ぞみのミュージックへ、どうもみのです。本日はですね、ちょっとね、本当に興味深い楽曲を見つけたんで、皆さんにねぜひ聴いてほしいなと思って、この動画撮ってます。はい、邦楽の歴史において、まあ、よくある誤解ってのがあるんですけども、日本のまあ、ポップスって戦後まあ、進駐軍とかの影響でですね、花開いた文化みたいにね、考えてる人結構多いんだけど、実は戦前からポップスってあるんですね。例えば NHK でね、国民歌謡というラジオ番組がありました。これ1936年からね、やっていて、だんだんとね、軍国主義のね、色が濃くなるにつれて、軍歌っぽい歌謡曲とかばっかりかかるようになっちゃうんですけども、まあ、一応ラジオでかかる曲をみんなで覚えて、それを楽しむ、まあ、そういう曲が流行するっていうね、まあ、そういうのはね、もう当時からあったんですよ。で、これ面白いのが、その国民歌謡というね、ラジオ番組、詩吟とかもね、かかってたんですって。だから詩吟とかを普通にポップスとして消費するみたいな、まあそういうのもね、あったらしいんですけども、本当に軍国主義的な色が濃くなるまでのこの束の間の間に出たね、一曲、本当にすごいのちょっと見つけちゃいました。山寺のね、和尚さんというね、楽曲あるんですけども、はい。ね、作曲は、もう伝説的なコンポーザー、服部良一さんです。はい。戦後にですね、東京ブギウギとか、あるいは銀座カンカン娘とかね、そういうのを作った人ですね。両方ともですね、笠木静子さんとか、美空ひばりさんのね、もうキャリアの中でももう、かなり重要なね、曲となったね。まあそういうのを書いた人なんだけど、このね、山寺の和尚さん、中野忠春さんというね、シンガーに提供した曲で、これね、マジすごいこの曲。ちょっとほんと聞いてほしい。はい。もうこの曲にいろんなののね、答えがね、マジ詰まってますね。だから邦楽はもうこの戦後ふわって湧いて出てきたもんなのかとか、なんかそれともつどつど海外の流行を上辺だけコピーしてるのかみたいなね、なんかそういったののね、もう答えなります、この曲が。はい、まずちょっとね、イントロ聞いてもらっていいですか。こちら、はい、かなり日本的な感じしますよね。もうこの時点で西洋の音楽をそのまま介護感みたいな感じでやってたんじゃないっていうのがちょっともうわかりますよね。かなり独自性がある。はい。そしてじゃあ今度ね、ちょっとメロディー聞いてもらっていいですか。こちら、山寺のブンブンブンお嬢さんがブン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 、まりはまりはなし、猫を缶袋に押し込んで、ボンボンボン、ポンとけじゃ、にゃんと泣く、にゃんがにゃんと泣く、よいよ。これやばいでしょ？これやばくないですか？もうね、俺これ聞いた時衝撃を受けましたよ、もう。はい。ここ最近で最も衝撃を受けたかもしれない。はい。それぐらい。なんですかね、このなんか男性コーラス何人かいて、それで、ドゥーアップ風？バーバーショップミュージック風っていうかね、なんかこの、ボンボンボンとかさ、なんかそういうの入ってくるじゃないですか。で、そういうのって、これね、ちょっと本当に知ってる人いたら教えてほしいんですけど、なんか、ドゥーアップとかバーバーショップミュージックとかって、もうちょっと後なんですよね。40年代、50年代とかに流行した音楽だから、服部良一さんがどっから音楽を仕入れてきて、まあ影響を受けて取り入れたのかわかんないんだけど、ちょっとこの時点でもうやばいよね。演奏はジャズ風だけど、めちゃめちゃ日本的な要素がね、かなりしかも独自にね、アレンジされて入っていると。でね、ここのメロディーなんだけど、俺がね、すごくちょっとね、指摘したいのがですね、テトラコルドっていうものがあるんですよ。ちょっとここに、楽譜を出します。で、これがですね、ここの記述なんだけど、こちら小泉文夫さんのね、日本の音という書籍、こちら去年読んだんだけど、これの引用です。テトラコルドね、どういうものか、もう皆さんでもね、知ってます、絶対に。もう日本人だったらですね、もう簡単に染みついてるやつですね。例えばですね、神様の言う通りとかね、そういうのですよ。これテトラコルドっていうらしいんですね。この3つ音があって、で最後真ん中の音に帰ってくるってね、なんかそういう法則があるらしい。音楽学者的に言うと。で、なんか2音のね、バージョンもあるみたいで、例えば、明日天気になれとかね。そういうのですよ。はい。関西の方とかもさ、数数えるときなんか節回しつけて数える人いるじゃないですか。1,2,3,4 とかさ。そういうのですよ。そういうのね、テトラコルドっていうみたいで。で、この山寺の和尚さん、服部良一さんがもう大胆にですね、テトラコルド導入していると。
これすごくないですか。だからあのまあ、ジャズっていうなんか白人の文化あるらしいよみたいな感じで、多分じゃジャズ風の曲書こうってなって、でもなんか日本風のアレンジしようねってなった時にね、服部さんはテトラコルドを使うっていうそういう発想に至ってるんですね。しかもジャズのコーラス、ボーカルコーラスをつけて、やばいでしょこれ。だからもう本当にですね、このなんていうか日本の独自のポップスの源流的な感じが俺これねすごいしたんです。でちょっとここ聞いてもらっていいですか。こちらダガディブ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 エイホホダガディブ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 エイホホ。はい、このねエイホホエイホホってやつね、これなんかもうかなり民謡的ですよね。めちゃくちゃだから日本風の味付けをしている、うん。中国本土の中華だとちょっと日本人の口に合わないからなんかエビチリとかを発明しましたみたいな、そんな感じ例え合ってますかね。はい、まあそんな感じな気がするんだけど、で感想はねこんな感じなんです。ねえ、これはちょっとかなりジャズですよね。もうほんといいとこ取りって感じでね。これすごいよね。もうあの世界のどこの音楽にも似てない。こういうところが俺はね、邦楽、あるいはもう J-POP のルーツだと思います。というかもう今の J-POP のアーティストと基本的な姿勢は一緒ですよね。うん。まあ、ただ、服部良一さんはすごくあの、ルーツっていうところ、それも日本のフォークミュージックのルーツにすごい自覚的に目を向けてて、それを取り入れてるって感じがするよね。でね、これまた歌詞がちょっと面白くてですね、山寺の和尚さんが蹴鞠をしたいんだけど鞠がないからですね、袋に猫を突っ込んでそれで蹴鞠をするというね、まあ今考えたらちょっとあのもうかなりアウトな内容ですね。動物虐待でね、もう絶対に炎上する内容なんですけども、なんかこういうさちょっとシュールなわけわかんない歌詞って民謡とかに多いですよね。こういう何その歌詞みたいな、なんかまあ、これは単純にジェネレーションギャップなのかな、どうなんですかね。戦前この感覚って当時としてもレトロだったのかな、わかんないですけど、うん、もうちょっとなんか都会の恋愛のね内容とかでもいい気もするけど、蹴鞠ですよちょっとね不思議なんですね。それでこのね服部良一さん、先ほども申し上げたようにまあ、戦後東京ブギウギとか銀座カンカン娘とかそういう楽曲を作って、まあ、そのあたりだからブギとか取り入れてるわけですね。当時最先端の西洋の音楽と日本の歌謡民謡テトラコルト、そういうのをですねまあ、ブレンドして邦楽をねリードしてた、そんな存在というね。服部良一さんね、もっともっと俺はスポットライト浴びるべきだとね最近思ってるんですけども、ちょっとどうすか、なんかこの山寺の和尚さん、俺はねすごく衝撃を受けて、やっぱり民謡とかそういったね日本のフォークミュージックからリニアに今の J-POP までたどれる気がするんですよ。うん、でなんかそういうののミッシングリンク的な曲な気がしたんですね。なんかだからちょっとその辺もっとね研究しようとはい思いました。ちょっと本当にねあのこれシェアしたかったんですよ。はい、そんな感じで、それでは。